ヒグマが軽トラを襲撃、車体はボコボコに。野生のクマのパワーとスピードに驚愕。北海道根室市の林道で4月28日、山菜採りの男性2人が乗った軽トラックの前に突然ヒグマが現れ襲いかかってきました。クマは地を這うようにして横にフェイントをかけるような動きを見せながら一瞬のうちに距離を詰めてきます。助手席側を狙った後、今度は運転席側をめがけて襲いかかります。衝撃で車のワイパーはねじ曲がり、フロントガラスにはひびが入りました。男性らは軽トラを飛ばしてその場から逃げますが、クマが猛スピードで追ってきます。見ないものだ、来た、まだ来た、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 やばいぜ。映像からは改めてクマのパワーとスピードに驚かされます。クマに襲われた車体はご覧の通りボコボコの状態に。フロントには最初のアタックでできたと思われる大きなへこみが。また車体一面には引っかいたような泥の跡も。ドアミラーやワイパーはねじ曲がり、フロントガラスは3箇所にひびが入っています。もしガラスが割れていたらと思うとゾッとします。クマに遭遇した場合はむやみに近づかず、背中を向けず、ゆっくり距離を取ることが大事です。